サバ？きた、でかい。お、でかい。でかいぞ。でかいよ。おお、すごいすごい。80きた。持ってかれる持ってかれる。マジか。ピッピッピッってなったろ。でここになんか赤いランプつくから。はい。わかりやすいか。わかりました。はい、ごさです。今日はですね、視聴者の方と巨大ナマズ狙いに行ってきました。今バイクで待ち合わせ場所に向かっております。これいいよね、このバイクね。 MR50 です。こんにちは。なんか生地用のやつ最初やったんですけど、はいはい、なんか嫌がるっていうか逃げるっていうか、多分だからみんなバッすれてるんじゃないですか。そのみんなそれ使ってるから、それでなんかスプーンとかスキナーとかに使ってバツバツっていきなり狂ったように食うようになって80アップを狙って釣っていきます。生地のね、そうそうそう。で作戦としてはこう対岸同士で行って、じゃあそれでいきましょう。はい、頑張って釣りましょう。じゃあそう、これちょっとね、あのこの間必要だと思ったこの網買いました。これじゃね上がんないから、これでキャッチする。網持ってきたんで、この間だってこれだとさ、あげれなくて。え、食った？興味ありました？いや、嫌がりました。嫌がった？ちょっと俺も下に降りよう。ちょっと80。釣って。ちょっと当たったから来るよ。あっちにいる、あっちに。奥に。うん。あっちの方にいるわ。なんだ、当たったのに。あ、いた。え、釣って。ダメっすね、ほら。何？砂煙。いや。ナマズ面白い。お、来た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 。おお、すごいすごい。80来た。持ってかれる持ってかれる。マジか。80来たよ。やば。やば。あ、すごいでかい。おお、やばい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 。走ってる走ってる。でかでかでかいよこれ。やばい、でかい。ちょっとでかくない？なんかこの間のやつより。やば。これはでかいよ。この間より強いかもしれない、引きが。あ、でかい。マジで80かもしれない。マジで80かも。でかっ。うわ、竿折れる。マジで80いったかも。よし、来た。うぇーい。よっしゃ。来た、いけそう。うぇーい。よっしゃ。あ、来た。すごい、やばい。やばい、これ。何センチ？さあ、抜けるかな、80センチ。すごい、ガツンときた。そうそう。お、でも惜しい。70センチ。すげえ来た。70センチ、あと10センチ。すげえでかい。網買ってよかった、マジで。三勝王みたい。
ちょっとあとこっち側から取るだけなんで、とっとっつって網にそっち投げるんで。そこダメでした？流れ込みダメでした？え、釣れた？なんでここにこれいるのと思って、及川がいます。及川ってわかります？お、知ってる。めっちゃ綺麗なやつでした。え、どこで？あの橋の上の釣れたの？え、及川いるんだ。なんだ？あ、え？あれじゃん、及川じゃん。なんでこんな汚いとこに及川いるの？じゃああのちっちゃいのってそれなんだね。及川ですね。いるんだ。初めて。おお。サバ？サバっぽかったよね今ね。あ、ウグイだ。ウグイだ。ウグイもいるんだ。すげえ。カジカ。カジカって釣れんの？しかも釣れてる。あ、釣れたのか。はい。カジカですね。ちょっと僕は確認できる。80センチ。10倍。来た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 。トップで出た。すげえ。ちっちゃい可愛いバス。お、来た。でかい。でかいぞ。でかいよ。やばい。いや俺最初からこれ取ってたから。しかも引っかかってる、引っかかってる。最悪や。あ、もうでもいいんじゃない。いいいいよ。いいサイズ。おお。でかいじゃん。いいじゃないですか。おお。はい。はい。残念ながら80アップは釣れませんでしたけど、惜しかったです。あと10センチ。でもなんか今日いろんな魚を見れました。5種類。及川。及川初めて見ましたよ。カジカはね、釣ったのを初めて見ました。で、サバみたいな動きをしてるウグイ。あとこうバスですね。なんかちょうど活性が上がってきてる時間でした。トップに出てたんで。はい、じゃあまたちょっとねリベンジして80オーバー釣っていきたいと思います。それではご無沙汰です。ご視聴ありがとうございます。